人種差別、人種差別、人種差別とは人間を人種や民族、国籍、地域においてその特定の人々に対して嫌がらせ暴力やいじめなどの行為や差別をすることである。世界的、歴史的に各種の事例が存在している。差別的思想を持つ者のことを人種差別主義者と称す場合もある。南アフリカ共和国におけるかつての 人種差別政策については、アパルトヘイトも参照。以上から、市民的及び政治的権利に関する国際規約は、第20条、第2項で、差別、敵意または、暴力の扇動となる国民的、人種的または、宗教的憎悪の衝動は、法律で禁止する。と定める。以下、人種差別の歴史と現在の動向について概説する。 ギリシア・ローマ時代を古代欧州と定義するかは欧州会議論者からしばしば聞かれる疑問である。仮に含めた場合、北アフリカの属州に居住する住民を通じて一定の異人種間の交流が見られたが、属州アフリカの大多数の住民は高カソイド系のベルベル人であって、中南部の黒人種との交流はごく限定的なものであった。古代ローマ時代のガリアやゲルマンは、 文明の中心地であった地中海海や中東から離れた未開地であり、ローマ人にとって、後年には北方人種と定義された風貌は蛮族の象徴のように書かれた。しかしながら、いわゆる人種差別という概念は古代ギリシアローマには存在しなかった。ギリシア神話では黒人のアンドロメダが美女として描写されていたし、ローマの軍人皇帝時代には皇帝候補として擁立された。 アフリカ系住民もいた。封建的無秩序と言える中世時代においては、身近な貴族同士の対立が一番の関心事で、次に宗教的対立がより重要な課題であり、次いで民族対立が垣い見えるといった程度であった。なお肌の白さが優位性の印と考えられるようになったのは、後世の話である。大航海時代以後の西欧人が新大陸のインディアン。 サハラ砂漠以南のネグロイドを差別したことは歴史上では顕著である。また、同じ西欧人であってもアイルランド人など差別を受けた歴史をも民族も多い。風雪などにより一方の人種が生物学的に原始的であるとしたり、知能が劣る野蛮であるとして野生動物のように考えていた時代もある。大航海時代以後の西欧人は近代的な軍隊により世界の大半を侵略。 植民地化していった。植民地支配を正当化するため西王人の優勢が主張され、白人が非白人に文明を与えるのは義務であるとされた。この優位性は、白人こそが最も進化した人類であるという価値観さえ生む結果となった、ラドヤード・キップリング、白人の責務、セシル・ローズの神にめでられし、国、イギリス思想、ヒューロフティング、 ドリトル先生シリーズのアフリカ行き、航海機など。この考え方は次第に肥大し、学術分野においても各人種間に特徴的な差異を一方の人種が劣っている証拠とする説が発表され、優生学の名で正当化された。この中にあって進化論は大いにねじ曲げられ、後の文化人類学発達を大きく妨げたと考えられる。 反ユダヤ主義を掲げたナジスは、セム人種やユダヤ人種という生物学的分類を主張し、主に民族的、宗教的な分類であるユダヤ人を生物学的にも区別しようとした。ギリシャでは人種差別的な攻撃に関して有罪判決が下ることはほとんどなく人種差別が横行しているとされる。ギリシャの経済危機があってから彼ら移民は、 ギリシャ人の不満の吐け口にされおり、特に攻撃にさらされている。サハラ砂漠以南のアフリカに集中的に居住していた黒人は古代においてアラブ人やペルシア人の奴隷として扱われた時期があり、人種差別の対象であった。イスラム圏の偉大な哲学者であるイブンハルドゥーンでさえも黒人を差別の対象としている。ただし、予言者ムハンマドの時代以前、 アラブ人諸部族がアラビア半島で統一の国家を持つことなく部族間の争いに明け暮れていた頃、対岸のアフリカ大陸にはエチオピアという黒人の大帝国が存在していた。エチオピアからアラブ所属が侵略を受けることもあれば逆にエチオピアに保護を求めることもあった。そのためアラブ人には黒人は文化程度の劣った人種というより自分たちより 文化水準の高い不すべき人種という概念が持たれていた時代もあった。確かにアラブ諸族には黒人奴隷を所有する者もいたが、黒人はあくまで奴隷の一部であり、奴隷の大半は同じアラブ諸部族の戦争捕虜や海賊に拉致されたり奴隷商人に買われたヨーロッパ系住民であり、いわゆる白人が奴隷にされることも普通であった。アッパース朝時代には、 南イラクの大規模農業で刺激していた黒人奴隷が過酷な労働環境に不満を抱き反乱を起こしている残時の乱。なおヨーロッパからアフリカを見た用語としてブラックアフリカがある。大航海時代以降は新大陸を発見したヨーロッパ人が、そこにおける労働力として黒人奴隷を刺激した。ヨーロッパ人は主に西中央アフリカに住む黒人を 奴隷として刺役してきた。これは、新大陸での極度に集約的な大量生産のために奴隷が好都合だったこと。新大陸における先住民がヨーロッパ人が持ち込んだ伝染病によって多くが死んだため、代わりの労働力を必要としたこと。その際に黒人は伝染病への耐性を持っていると信じられ、適任であると考えられたこと。 外見的な特徴から非奴隷との区別がしやすかった。などの理由が挙げられる。ヨーロッパ列強がアフリカの大半を植民地支配するのは19世紀末以降のことであり、それまではアフリカ現地の国家や有力部族長が敵対部族のものを捉え、ヨーロッパ人に対して奴隷として売却して利益を上げていた。ヨーロッパ人に購入された黒人は、 奴隷船の船倉に積み込まれ、新大陸等の市場へ輸送された。奴隷船戦,戦争の条件は過酷であったので、市場に着く前に命を落とす黒人も、かなりの割合に上った。奴隷市場では、商品として、台の上に陳列され、売買された。彼ら黒人奴隷は人格を否定され、家畜と同様の扱いであった。軽いかない労働に、 従事できるものや奴隷身分から解放されるものはごく少数だった。こうしたヨーロッパ人による奴隷制度は1888年にブラジルが奴隷制度を廃止するまで続いた。こうして奴隷労働に支えられて成り立った世界的な商品が佐藤キビと綿花であった。アメリカの南北戦争は奴隷解放戦争としての性格を性格の一つとして帯びていた。 多くの黒人奴隷に経済基盤を支えられ、奴隷解放に反対していた南部の各州が破れると、制度としてのアメリカの奴隷は撤廃、解放されたが、実質的な差別は根強く残った。第二次世界大戦後の歴史では、ベトナム戦争の反戦運動に関連して、マーティン・ルー・サー・キング・ジュアー牧師による公民権運動が多数のアメリカ市民に影響を残した。 アメリカ合衆国は、領土拡大の際の邪魔者として、インディアン、ネイティブアメリカンを徹底的に排除する政策を実施した。トーマス・ジェファーソンは、インディアンの保留地、リザベーションへの囲い込みを推し進め、第七代米国大統領、アンドリュー・ジャクソンは、インディアンは滅ぼされるべき、列島民族であると州国議会で演説した。軍人のフィリップシェゲ団の、 良いインディアンとは死んだインディアンのことだという発言や、ウィリアム・シャーマンのインディアンを今年殺せるだけ殺せば、来年は殺す分が少なくて済むといった発言は、合衆国の民族浄化の姿勢をよく表すものである。インディアン強制移住法の違法を、合衆国最高裁判所が認め、インディアンは人間であると判決文に添付したのは1879年になって、ようやくのことである。 それ以後もインディアンは、カラード、色付きとして1960年代まで、ジムクロー法の対象とされたのである。黄色人種、アジア系は、白人社会から、勤勉さや、教育熱心な文化が評価され、確実に、白人社会に食い込んでいったこともあり、20世紀後半以降は、一方的な搾取を受ける事態には至っていない。北米やイギリスなどにおける東、 アジア系移民の学歴や生活水準は白人以外の人種の中にあって高く平均して白人を凌ぐことすら多い。その現れとしてアメリカの大学選考においてアファーマティブアクションによる優遇はなくむしろ不利に設定されている。一方、20世紀前半のアメリカやカナダでの中国系移民や日系移民の境遇を見ると クーリーなどの奴隷的境遇に落とされたり、また苦労して経済的地位を築いた後も、効果論を背景とした排斥の道に遭遇したという歴史がある。特に日系人は、第二次世界大戦中は市民権を停止され強制収容所に収容されるに至った。同じように、米国と交戦していた他のドイツ系、イタリア系といった数軸諸国出身者やその子孫は、 ほ護制限を受けることはなかったため、白人以外の人種の日本人に対する人種差別とみなされている。スペイン人侵入後の南米は、マヤ、アステカなどの征服地で彼らの国家を武力で滅ぼし、虐待、大量虐殺によって植民地支配し、インディアン、インディオを差別の中に置いた。スペイン領では、ラスカサスラキリスト教伝道士が、インディアン保護に奔走するが、 これは、結果的に労働力の代替としての、黒人奴隷導入につながる。近代以降も、白人、根血インディアン、インディオで、社会階層が分かれている国家が少なくない。日露戦争後の日本は、非ヨーロッパ系の有色人種国家として、唯一の列強であり、欧米帝国主義から自分たちの存続権利を守る、ため、人種差別反対の立場を取ることが多かった。 連合国の一員として参加した日本代表が第一次世界大戦後のパリ講和会議で人種差別撤廃条項を提案するもイギリス代表、アメリカ代表などの議長拒否権行使や全会不一致により不成立に終わっている。渡辺昭一は国際会議において人種差別撤廃を明確に主張した国は日本が世界で最初であると述べている。第二次世界大戦では 人種差別を国税とするナチスドイツと軍事同盟、日独伊三国同盟を締結したが、欧州人でも白人でもキリスト教徒でもない日本人はナチスのユダヤ人迫害には非協力的だった。むしろ満州国にユダヤ人自治州を建設する不具計画が存在し、日独伊三国同盟成立後もご紹介議にてユダヤ人を迫害をしない旨を取り決め、 他の数軸国、占領地域のようにユダヤ人迫害に力することはなかった。そのため欧州から脱出するユダヤ人難民にとって、ソ連満州、中国東北部米国他への逃避ルートは重要なものとなっていた。ただし、なおふと人対策要項にあるように、外交的な配慮からユダヤ人の保護に積極的に関与することはなくなってゆく。 当時日本の外交官としてチューリトアニア、日本大使館に勤務していた杉原千畝は1000のユダヤ人にビザを発給して、その生命を救出することに尽力したが、これはあくまでも彼の個人的な判断によるものである。近年の日本においては、2000年代に入って、過激化した在日韓国人、朝鮮人への差別的言動、外戦活動が問題視され、 本法外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、2016年6月3日、施行や大阪市のヘイトスピーチへの対処に関する条例、2016年7月1日施行などの対策法が成立した。また、 日本に対して2014年には国際連合人種差別撤廃委員会から人種差別への対応を要求する勧告が発表されており、その勧告に対して日本国政府が人種差別撤廃委員会の最終見解、サード CJPNCO7 から9に対する日本政府コメントという形で2回に分けて回答をしている。大韓民国は 人種差別撤廃委員会の勧告を受理せず、出入国管理法を改悪し、移住労働者の権利を制限し、また移住労働者に対して偏見から、暴言や暴行、労働搾取などを行っている。二0 1二年に、韓国国家人権委員会が発行した、漁業移住労働者人権状況実態調査によれば、九十三点五パーセントもの、繊員移住者は、悪態や暴行を経験し、 うち42.6%は暴行を経験していたと公表された。2012年、フィリピン系韓国人のイ・ジャスミンが国会議員に就任した際には、韓国のインターネット上では人種差別的なバッシングが起こった。2014年2月14日には、インドネシア人の船員が韓国人同僚から暴行され死亡する事件が発生している。 国連人種差別撤廃委員会は2012年に韓国政府に対して差別撤廃禁止法などの制定を勧告したもの、韓国政府は履行しておらず、移住労働者は事業上も自由に変われない現代版の奴隷を作り出して今も人種差別政策を施行している韓国外国人移住労働運動協議会伊サ産運営委員長とされる。2013年6月、 プロ野球選手の金大金が黒人投手支援ユーマンに対して黒い顔のせいで彼がマウンドで笑うと白い歯とボールが重なりボールが打ちにくいと発言し国家人権委員会から警告を受けた2014年には抱え川アフリカ博物館の移住労働者労働搾取事件が発覚したこの事件ではアフリカ人の芸術家が 法定最低賃金の半分ほどの賃金しか受け取れず、労働者が奴隷のような労働を抗議すると、アフリカなら大金じゃないかと博物館側は答えた。2014年9月、国連人権高等弁務官事務所の人種差別等特別報告官が韓国で実態調査を行った。韓国のテレビ番組で芸能人が黒人のマスクをかぶったり、 ディスアフリカという広告でチンパンジーを登場させるなどの事例が報道されており、AFP 通信は韓国人は無意識に人種差別をしていると報じた。第一次世界大戦の講和会議であるパリ講和会議では連合国の一員であった日本側代表団が人種的差別撤廃提案を行った。イギリス代表やオーストラリア代表が強行に、 反対する中で採決が行われ、結果11対5で賛成多数となったが、議長のアメリカ大統領、ウッドロー・ウィルソンが、例外的に、全会一致を要求したため、否決された。1963年11月20日、国際連合があらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言を採択。百六十五年に国際連合が、 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約を採択1969年に同条約が発行した。1996年に日本で同条約が1976年に差別、敵意または暴力の先導となる国民的、人種的または宗教的憎悪の衝動は法律で禁止する。と定める第20条の第2項を含む 市民的及び政治的権利に関する国際規約、国際人権規約が成立した。同規約は、また第2条で、定約国は、差別的言動を取り締まる法制が、自国にない場合、しかるべく整備する。第5条で、差別を行う自由や権利は何人にもない。本規約は、そのような権利自由を認めないと定める。2001年、 南アフリカ共和国のダーバンで開催された国連反人種差別主義会議ワカーでは南半球の国家代表たちによる人種差別、植民地主義、大西洋横断の奴隷売買及びシオニズムに対する人種差別非難が相次いだ。会議はパレスチナ人の権利保護要求、シオニズムに対する満場一致の非難を受け継ぎした。米国、イスラエルの代表団は これに猛反発し、決議をボイコットした。2009年4月20日から、スイスのジュネーブで開催された、ワカーでは、米国、イスラエルに加え、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、イタリア、スウェーデン、ポーランド、オラダの各国代表がボイコットした。人種、出自、国籍をもとに、相手を、不快や不安な状態にさせる、ハラスメントのことを、レーシャルハラスメント、A。 レイシャルハラスメント通称、レイハラと呼ぶ。羊に関する、無別的発言や、特定の民族しかいないことを前提とした会話や、事業、ミスや考え方を特定のルーツに結びつけた評価、なども含み、あらゆる関係性で起こりうる。特定の民族の優位性を謳う表現や、外国人排斥に関する発言などが、レイシャルハラスメントに該当するとされている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。